えー、ジュリーさ,さんが質問を投げてきてくれる。そうですね。<laughs> はい、もう1時間に超えちゃいましたからね。4、ね、時間経ちましたから、ね。ではあのー、カメラつけられる方はカメラつけていただいて、はいあのー、どんどん質問の方もあもお母さん方に投げてい,ていただいてください。じゃジュリーさんからお願いします。<laughs> えーとさっきのジュリさんのん質問が 初めて陸上の競技者に乗ったときはどんな感じですか、うん、えっとですね、生まれたての小鹿みたいでしたよ。本当に。<laughs> やばかったです。もうまず乗り込むところがやばかったですお<ー>その。生活用の車ですから、競技用に乗り越え、乗り移るのが大変で、もう腕もプルプルやし、汗もダラダラやし。同じ車と違うんですかあもう全然形が違うので、そうだな。 写真,写真で見ると、写真で見て分かりにくいかな。まあ、あのー、乗り移るにはそうですね、まあ、距離にしたら大したことないんですよ。でも、動かない足を先に入れて、その足がこうきちんと正座の形に整うように、うまいことこうお尻を突っ込んでいかなきゃいけないんですけど、それが全然できなくって。 がもう先輩方も周りからあの手出してくれるんですけど <laughs> もっとこっちに頭よこせみたいな <laughs> 頭ですかみたいな <laughs> 人間の体って頭の方向に行くじゃないですかでも怖いから頭引いちゃってたんですよねう全然行けなくて <laughs> じゃあもう頭から先に来いって言われて頭ですかって言って頭から行ったらそのままゴロンと下に落ちていったりとかしてもうほんとそんな状態でしたよ最初は。 乗り,り移るので、夫婦言って、で、<laughs> ようやく収まって、じゃあちょっと走ってみやって言われて、こいだら、全然まっすぐ進まないっすので、ね、<laughs> びっくりしましたけど、だからもう、なんだろう、あの僕の勝手な、その当時のイメージとしては、障害のある人がやることやから、簡単や思ってたんですよ。完全な偏見ですけどね。だからもうその自分が初めて乗る前に 大会見に行ってるんですけどみんながスイスイ走るのを見てああ自分もすぐああやって走れるんやって思ってたのに小鹿ですからね <laughs> もう本当にえらいえらいチョイスをしてしもたなとも思ったんですけどね難しい競技を選んだなっていうのもあったんですけどでもなんかこう僕は子供の頃から球技も泳ぎもダメだったので走るしかなかったというか走ることは好きだったので。 もう、その、じゃあ、他の競技やろうかなっていうのは全然ならずに、もうまっすぐ進めないところから、1か月ぐらいかけて、ようやくまともに進めるようにはなりましたけどね、そんな感じでした。懐かしいです。<laughs> 勝手に走ってくれないんですよ、あの乗り物。左右の, <laughs> あの強さが違ってもいけないってことですよね。 あのー、基本的にこう前輪が一つ、まあ、ついててそれで方向が決まるんですけどそのボンさんの言わするようにあとその道路が傾斜してたりすると横に傾斜してたりすると低,く低い方に流れていくしかもう慣れてくるとそういうのをこう体の振りとかその左右の力加減で補正できるんですけど最初はそれが全然できひんのですよ。 もうあの3回こいではハンドル切って3回こいではハンドル切ってみたいなことをずっとしてましたねあの大阪の長井公園の外周道路を走ってたんですけどあそこ、えー、確か一周3.2キロかそんなんなんですけど3.6キロかなあの多分4キロ以上走ってたんじゃないかなと思いますよくね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 走るから <laughs> <laughs> もうそんな状態から始めましたからねあれ最高速度どれぐらい出るんですか えと今,今でこそですけど、今はトラックだと38ぐらいまで出ますねその、まあい、いろいろ良くなってきてるので、車椅子の性能も、あとテクニック的なところも、あとロードレースで下りだと、えー、ロンドンの、えー、ロンドンじゃない、えー、ボストンマラソンのスタートしてすぐにすっごい下りがあるんですけど、そこは80ぐらい出ます、ね <laughs> はい、僕は出したことないですけど 僕が走ってた頃はセーフティーカーが入ってたんですよ、出過ぎたら危ないから、その車が30キロぐらいに抑えて走ってたんですけど、今はそれが撤廃されて、いくらでも出していいっていう風になってるんですけど、80キロぐらいでみんな出してますね、そこの下りは。高速道路ですよね危ないですよね <laughs> 僕が。僕が出した最高速度は、今まで65っていうのがあったんですけど、それでも相当ビビりましたからね。 なんて言うんてうでしょうそのやっぱり地面に低い近いので、スピード感が相当ですね、分あの阿部さんの比べ物にな,ならないと思うんですけど、阿部 <laughs> さん、飛んでますもんねはい、スピード出した上に飛びますからね、<laughs> 僕ら飛ぶことは絶対ないですからね。は でもなんか本当コツコツとっていう感じではありましたけどなんかやっぱりそれも楽しかったですねその、まあ、さっきのリハビリの,その一つ一つできるようになっていく楽しさっていうのがすごく強かったかなと思いますけどねなんかやっぱりあの、まあ、高校の時柔道あの自分の好きではやってましたけどじゃあ同じような感覚でいられたかって <laughs> やっぱりね 言われてやらされてたっていう方が大きかったので何か <laughs> ってその車椅子で走り始めた時の,あのスポーツの楽しさっていうのはおそらく僕がこう子供の頃からずっとやってきたスポーツの中で一番多分あの面白いって思ったんだと思うんですよね。うん、やっぱりそれはこう自分でやろうと思ってやってたっていうのが非常に大きかっただろうなとは思います。